キム・ジョンマン、キム・ジョンマンは、韓国の男性総合格闘家。ソウル出身、パンクラスコリア、SMK 事務所属。韓国陸軍の特殊戦司令部出身であることから、特戦士ファイターの愛称で呼ばれる。柔道、ムエタイ、ボクシング、特攻武術などの格闘技を経験。軍在籍中、同期より UFC の映像を見せられたことで格闘技に興味を持つ。 除退後、警備会社に勤めていたが、2003年3月に、第一回スピリット MC が開かれるというニュースを聞き、退職して格闘技の世界に入る。2005年11月5日、ヒーローズ2005インソールにて、山本チと対戦し、に R に、パウンドで TK を勝ち。2007年12月22日、 ディーププロテクトインパクトイン大阪のメインイベントで前田義郎と対戦し引き分けた2008年2月11日ケージホース EX イースタンバウンドマイナスのフェザー級大座決定トーナメント1回戦でウィッキー里トシと対戦しパウンドで小負け2009年3月20日戦局初参戦となった戦局第7陣のフェザー級グランプリ1回戦で 金原正則と対戦し、判定負け。2009年12月31日、ダイナマイト、勇気の力2009のドリーム VSSRC 対抗戦で、ところと対戦し、判定負けを喫した。この試合で、右外家庭を骨折した。ありがとうございます。